のおやつ食べるかい。かわいい。よし、あのラストだよ。本日ラスト、ありがとう。画面が、よし、とりあえずタイムテーブルできたので今から確認して755に投稿します。ごめんね、メールちょっと遠慮した。眠いのかな。メールちょっと送れなかった、ごめんね。755に、下のタイムです。詳しく書いておいたので、かわいいね。マロン、おやつね、おやつ食べる、おやつ食べる。おやつ食べる人、おやつ食べる人。じゃあお座り、お座り、おやつ持ってくるね。お座り、お座り。じゃあちょっとみんなにお手をし、お手、あ違うよ。お手、おいいよ、おかわり、おお、はいどうぞ。あまだそこ私が座るとこなんですけどね。えらいね、一歩だね。ほら、こっちで食べなさい。あれ、はい、よいしょ。クッキーあげました。なんかビスケット、違う、ドッグフード屋さん、なんかね、なんかそういう感じのやつ。探してる？もしや。もうないけど。もうないよ。もうないよ。もう一個食べたいのか？ちょっとじゃあもう一個あげてこようかな。まだおやつ。お座り。お座り。これです。あげるのはお座りだよ。さっきあげたので、半分あげたいと思います。マロン座りだよ。かわいい。なんかウサギみたいじゃん。ふわふわのモコモコ、お座りだよ。はい、お座りだよ。お座り、お座りしないといけないよ。うん、いい子だね。はい、お座りだよ。お座りだよ。お座り。
お手。はい、いいこ、いいよ、もう、もういいよ、もう話して。よー、乗せてきた。飛んできた。やばいやばい。マロン、お座り。お座りね。お座り、お座りしたらあげるね。はいはい。いこいこいこ。はい。ちょっとね。頑張って食べてる。クッキー、かわいい。今日の出演料だよ。かわいいね。ということで、今日もたくさんありがとうございました。本当に。これ2日目だ。3日目が終わろうとしています。あ、マロンが見えない、ごめんなさい。でも終わった、今んとこね。2日目だ。今んとこ終わったの教えるね。1日目、2日目、3日目、そして明日4日目はこの文字だけなんですけど、この通りに、こう矢印の通りに行けばできるよっていう感じで、何もちょっと他の雑音なしにやってみて、でもう裏にこの2周とカウントのやり方を書いといたので、これ見れば絶対にできますっていうやつをちょっと自分なり、なんか合ってるかどうか分かんないけど、でも合ってると思う。多分分かんなかったところはあったら、多分みんながコメントで聞いてくれれば、みんなも答えてくれると思うし、みんな優しいので、なので分かんなかったら全然教えるので、私もぜひよろしくお願いします。どうした、もうないよ。かわいいね。755に送りますよ。よし、送信アンド裏面も送信。超急いで書いたからちょっと字が汚いんですけど、そこはちょっとご了承くださいませ。でもシンプルで、シンプルなおかつ分かりやすい感じで、無駄なことは書いてないと思うので。来た。いい感じ。何かを探していらっしゃいます。どうしました？もうないよ。もうないよ。はい、いい子だね。いい感じ？来た？いい感じ。よかった。何があったんだ？なんか見て、ソファーの下になんかクッキーがあったみたい。そう、落としたのか。だから吠えてたのか。まだ探してるんだけど、ないよ。もうお風呂入った。さっき急いで入ってきた。ないと朝ね、朝早く起きれないと思って。かわいい。散歩してます。部屋を散歩しています。え、いい感じだね。結構イケてる、イケてる気がするよ。みんなありがとう。ん、ちょっと待ってね。
2週の時は星を90でストップ。集める時90でストップの時は解除されて次に星集めができる時間の時は90でストップ。捨て星とかの時は99個集めてくださいっていう感じかな。で投げるのはまず配信の1時間前までに99個集めるんですけど、それは今日までに、この配信が終わった後にとか配信終わった後とかでもいいんですけど、星を全色99個集めてもらって寝ると明日の朝1時間前に起きなくて済むので、とりあえず星集めてもらって、集めた後はもう他のルームに入らず寝てもらったりとか、もし朝早い方がいいよって方は1時間前までに集めて他のルームには入んないで私の配信までちょっと待っててください。で配信がスタートしてから、30秒以内に星を、まずは5種類あると思うんですけど、星の色が5種類を、10個ずつだけ、とりあえず10個ずつだけ投げて全色、そしたら視聴ボーナスをもらえるので、視聴ボーナスをもらって、そしたら持ってる星を全部投げます。でそして、制限が解除されたら星を集めに他のルームに行ってもらって、帰ってきて持ってる星を全部投げてもらいます。でそれで2週が終わりかな。であとは1から50を半角数字でコメントのとこにポッ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 ポって打ってもらえばオッケーって感じです。これ簡単だよ、簡単だよっていうか、これ見れば絶対わかる。なるほど、わかった？いい感じ？でもこれを見てね、これを見ればね、絶対わかる。あと2週だったらできるよって方が全部多分2週できると思うので、2から9全部2週なんで、最初だけ3週なんですけど、最初3週っていうのはこの6時40分に捨て星をしてもらってからこのルームに来てから2週の捨て星の星を投げてっていう感じで、そのここだけちょっと難しいんですけど、でもあとは全部いい感じ。よくわかった？これ結構分かりやすいっていう感じなので、色とかないんですけどよろしくお願いします。私もね成長できたかな、ちょっとずつなのでね、なんか本当にみんなの一個で3周できれば、19周できれば何ポイントたまるんだ、なんか結構あれです、本当に一人一人がすごい持ってるポイントが多いので、この差とかも僅差で本当にすぐ埋まると思うし、明日はこれで本気でちょっとみんなできればいいなと思うので、ちょっと本気で、時間も全部解除の時間は始まって10分後の47分なので、違うわ、2は2分後、あとはだいたい10分後、でも解除の時間は結構目安だったりするので一人一人違うんですけど、でもこれ多分言ったら多分みんなわかると思うので、これ755に書いてあるのでぜひ見てください。6時44分より早く捨て星するとダメ、いやダメってことはないんだけど、なんだろう、なんて言えばいいかな、それもね、早くしちゃうとその解除の時間とかにこの集める時間とかがどんどんずれてきちゃうからっていう感じかな。ダメだね、ダメだと思うわ6時44分にそうやった方が、そうだね、あの配信の時間内に星が投げられなくなるからちょっとずれちゃって結果的にダメになってしまう感じではあるのかな、という感じでよろしくお願いします。
朝と夜のみだから時間調整ですね。ありがとう。そうだね、これ最初から見てる、朝から来てくれてる一日のフルコースの人のスケジュールなので、人によっては端末によっては若干解除の時間だったりとか星の集めの時間だったりとかがちょっとずれたりとかするんですけど、それはでもみんなのなんかこうなんか出るじゃん黒く、あれをちょっと見ていただいてそうです。なんで90ストップなの、それはですね、ですね、あどこに書いたっけ、どこに書いたっけ、ちょっと待ってね、あれどこに書いたっけ、90でストップの説明うまく、あれー、あ、はい、もういいや、取りこぼしがないようにということです。とりあえずうまく説明できないんですけど、止めないと5個損するっていうことですよね。そう星がそうですね15ポイント損する、15ポイントちょっと待ってね、90にストップしないと星が合計15ポイント無駄になってしまう時があるんですよ。だから満タンにする時と90にストップする時の差があるということね。まあでもそこら辺はちょっと分かんなかったらとりあえず90でストップしてもらってって感じかな。とりあえずここに書いてあることが全てなので、ちょっと分かりやすいと思うので本当にこの通りにやっていただけるとありがたいですね。ありがたいですでもそう、ここがね白いのがかわいい。ふわふわなんですよ。いつもねカット行くとね顔がねこんぐらい、こんなちっちゃく、今はもう伸び伸びだからね髪の毛。犬のカットって自分でできないもん、動いちゃうし。人間みたいに。お、最高タワー来た、よかったねマロン、ありがとうって喜ぶ、飲んじゃったありがとうって、ありがとう。トリミングのお店、まあそうだね、なんか爪とかはあのお店行って切ってもらわないと走り回ったりとかして、あと引っ掛けたりとか引っかかったりとかして危ないので、カットとかはそうなんです。でも髪の毛のカットはあれだね、予約いっぱいだったね。だから最短でも11日って言ってた気がする、だから始まった後だそんな気がする。かわいい、かわいいタワー来た、かわいい、ありがとう。
い感じ。人間様の美容室も自粛中。そうだね、人間、私も美容室全然行ってないけど、本当に髪の毛がね傷んでるの分かんないけど、と思うけど結構傷んでるんですよ。なのでそう、あのシャンプーを買いました。いつ届くのかな、新しいシャンプー。かわいいタワーだ、ありがとう。よかったねマロン。すごいすごい、ありがとう。トリミングはいくらぐらいすんの、え、わかんない。あ、マロンクマ来たよ。じゃあちょっとマロンを映して映してみようかな。ちょっと待ってね、ほい。あ、ケースがあってあれなんだ、こうやって映せばいいか。マロンどこだ、マロンどこ、いた、じゃじゃーん、私の足のとこに、ほい。いなくなっちゃった。こんな感じです。あ、頑張ってたわ、きっと。ありがとう、嬉しい。ふわふわ、マロン、座り始めた。ボールペンが落ちた。マロン、マロンこっちおいで。あー、かわいい、かわいいね、おっとりマロン。もうちょっとで時間です。今日もありがとうございました。本当に本当に本当に、あ、ありがとうございました。ツーショット最高。じゃあ最後にツーショットで撮ろうかな。ほい、ありがとう。お、かわいい。ちょっと手舐めないで、まだおやつ食べる。はい、ありがとうございました。ゆっくり休んで、皆さんもゆっくり休んでください。今日もありがとうございました。また明日、明日朝6時44分ですね、ステボシ。また755で通知します。かわいいね。それではまた、ありがとう、おやすみ。あ、キャッチフレーズいきますね。東、西、北、南、みんなの視線は、あー、ありがとう、いっぱいありがとう、またね。